というわけで、今回は名古屋の1000円以下で探したおすすめのランチや一人でも楽しめるようなお店を紹介したいと思います。カウンター席しかないお店もありますが、参考になれば幸いです。それでは最初のご飯は、地下鉄桜通り線桜山駅8番出口を上がるとすぐ目の前にあるサクトンというお店です。入り口の雰囲気ですと入るのを迷う方も多いと思いますが、味は保証付きです。営業時間は11時から22時、定休日は日曜日です。テイクアウトもお得ですよね。今回のおすすめは、人気すぎてあったらラッキーというとんかつです。この日は平日の夕方6時頃に行ったんですが、私が最後で売り切れてしまいました。で、こちらが数量限定の上ロースカツ定食890円です。伝わりにくいと思いますが、かなりのボリュームで、厚みは3センチぐらいはあるのかな。ここのお店に来たらぜひ注文してみてください。厚みすごいですよね。利益をどうやって出してるのか気になります。何もつけなくても美味しいお肉なんですが、ソースの方は3種類から選べて、味噌、ソース、みぞれです。もう美味しすぎて顔が笑っちゃってます。衣はサクサクで中は超しっとり、なんでこんなに美味しいのっていうぐらい、もう美味しいとしか言いようがなくて、こんなお肉なら無限に食べれます。もし残ってしまっても持ち帰れるのがいいです。個人的にはここの味噌だれは一番好きですね。めちゃくちゃ美味しかったです。もちろん完食しました。次のお店が、地下鉄伏見駅の真上にある交差点の角で、味噌煮込みうどんの老舗山本屋本店の姉妹店で、シャチ一というお店でして、カレー煮込みうどん専門店です。目立つ場所にあるのですぐにわかると思います。営業時間はランチに関しては平日限定で11時から15時までです。ラストオーダーは14時半です。夜は18時からの営業で21時まで空いています。ラストオーダーは20時半になります。定休日はゴールデンウィークとお盆と年末年始になります。こちらのカレーうどんの特徴は、土鍋で提供されるというところで、一般的なカレーうどんとは違って生麺から煮込んで作っています。気に入ってる点はメニューが豊富なところですね。来ました。これが味付け半熟卵1000円になります。平日のランチならご飯もしくはサラダのサービスがつきますが、今回はディナータイムに来たのでご飯は有料です。煮込みうどんだけですとちょうど1000円です。かつおだしかな。美味しいです。スパイスも効いてるって感じで、こういうの家で作れないかな。麺の方は柔らかめもできますので、お店の方に行ってみてください。これを見てるとまた食べたくなるな。麺もスープも本当に美味しかったです。とにかくとにかくおすすめです。もうお腹ペコペコですね。次のお店が本町通り沿いにある干物専門店でして、ご存知の方も多いと思いますが、干物食堂というお店で、境にあるおしゃれな定食屋さんです。こちらはお昼だけの営業で11時から15時となっております。ラストオーダーは14時半です。定休日は不定休なので、行かれる際は確認してくださいね。おすすめのポイントは、ご飯、お味噌汁、お漬物などがセルフサービスなので、好きなだけいただけるのが嬉しいですね。干物の種類も豊富にあって、サバ、アジ、サンマ、ホッケなどなど、ほぼ1000円以内で楽しめます。ショーケースには産地まで書かれているのがいいですね。選ぶのが楽しくなっちゃいます。店内は結構満席状態で、一人の方も多かったですね。今回注文したものは、アジ開き定食880円です。大きなロースターでじっくり焼いてくれるので、ふっくらジューシーな感じで美味しいですね。栄三丁目でこんなに美味しい干物定食がいただけるのはお得かなって思います。名古屋にはなかなかこういうお店が少ないので、
行かれたことがない方は行ってみるのもいいと思います。今日のこだわりのお米は愛知県産ニコマルのようですね。無性にあんかけスパが食べたくなりやってきたのは、青波線小本駅から徒歩6分ぐらいのところにある、今日は平日の夕方6時でオープン直後です。はい、次のお店が岩月というお店でして、あんかけスパのお店です。ランチに関しては11時半から14時半でして、ラストオーダーは13時50分です。ディナーは18時から21時半になります。ラストオーダーは20時50分です。ここのお店のランチはかなりおすすめなんです。パスタにサラダ、スープ、ドリンクバー、小ライスがついて、一部を除いてなんとセット価格が1000円です。ソースは全然胡椒辛くなく濃厚で、麺はもちもちでした。土日祝日はランチを実施していないので注意ですね。待ってました。注文したのはカニクリームコロッケ990円です。名古屋飯の代表、あんかけスパ。名古屋を訪れたらぜひ食べてもらいたい一品です。ちなみに定番メニューは野菜が乗ったカントリー、ウインナーやベーコンが乗ったミラネーズ、両方が乗ったミラパン。名古屋にはたくさん専門店がありますが、それぞれ違った味わいが楽しめます。これも美味しかったです。こちらが本日最後のお店になりますが、堺駅から徒歩2分ぐらいの建築中の中日ビルの南側、韓国料理マルハンというお店でして、平日の1時頃のランチ利用です。メニューは定番のものが5種類と日替わりメニューが2種類で、今日のお目当ては水曜日の限定ランチです。営業時間は11時から14時、夜は17時から23時、ラストオーダーは閉まる時間までに入れば OK とのことです。お昼時間は混雑しているので少し時間を外してきました。ここで失敗してしまいましたが、辛さを注文できるみたいなので少し辛めにしてもらえばよかったです。水曜日の日替わりでチーズタッカルビプラスライス定食880円、これもめちゃめちゃ美味しかったです。鶏肉とチーズの相性が抜群でした。今回いろんなお店に行きましたが、お決まりの日常よりはまだ行ったことのないところに行くっていうのも幸せだったりするのかなと思いますので、行ける時にでも行ってみてください。